ミミ、中等部の子にお願いして開けてもらったんだ。さ、入って。うん、それじゃあ失礼します。放課後時間あるって聞かれたからついてきちゃったけど、ここ飼育小屋だよね。何が始まるんだろう。あ、ブーちゃんいた。はい、リミ、ブーちゃんだよ。ありがとう。それで私はブーちゃんをどうしたらいいの。撫でてみて。おすすめは耳の後ろだよ。すっごくふわふわしてて気持ちいいんだ。撫でるの。ふわー、本当にふわふわ。それにあったかいね。あとは後ろ足の付け根をお腹側から触るのもおすすめ。ブーちゃんも撫でてもらいたいよね。それじゃあ。リミ、ウサギはどうだった。うん、モフモフしててなんか癒された気がするかな。よかった。はい、じゃあ次はこれね。これって粘土。うん、そうだよ。じゃあ早速作ろうか。え、作るの。そうだな、私はロップイヤーを作ろうかな。リミはどうする。それじゃあ私もウサギ作ってみようかな。じゃあどっちのウサギが上手か勝負だね。リミ、負けないよ。あのおたえちゃん、これって何をしてるんだろう。あ、そっか、まだ言ってなかったっけ。この前の曲の時すっごい頑張ってたから、ちょっと気分転換してほしくて。気分転換。私はウサギを撫でたり粘土をいじってたりすると気分転換できるから。そっか、そういうことだったんだ。ありがとうね、おたえちゃん。今度もし作曲中に気分転換したくなったらぜひやってみてね。うん、参考にさせてもらうね。それじゃあ粘土でウサギ作りスタート。今日はありがとうね、おたえちゃん。どうだった、気分転換になった。うん、なったよ。最初はちょっとびっくりしたけど、最後はすっごい楽しかったもん。うん、よかった。あ、そういえばリミが作ったウサギすっごい上手だった。本当に。あれは多分ブーちゃんがモデルかな。え、分かってくれた。撫でさせてもらったのがすっごい印象に残ってたから作ってみちゃった。そっくりだったと思うよ。ブーちゃんも喜んでると思う。それじゃあおたえちゃん、そろそろ帰ろっか。え、最後の気分転換はランニングだよ。これが一番効くんだから。今から走るの。行こう、リミ。よーい、スタート。おたえちゃん、ちょっと待って。こんにちは。あ、マリナさん、こんにちは。確か今日はポピパのみんなスタジオ予約してたよね。はい、ちょっと早く着いたのでお茶してたんです。そうだったんだ。あ、そうそう、商店街の曲聞いたよ。ポピパのみんなで作った曲なんだよね。はい、リミがすごく頑張って作ったんですよ。そうなんだ、すっごくいい曲だよね。お買い物するのが楽しくなっちゃったよ。君も足を止めて聞いてたもんね。それならよかったです。商店街を応援するために作った曲なので、みんなでどんな曲にするか話し合ったんですけど、同じ商店街でも意外と見え方が違ったりしたんですよね。見え方？それってどういうこと？商店街といえば山吹ベーカリーって思ったり、賑やかな場所やお祭りする場所って思ったり、みんなそれぞれイメージすることが違ったんです。今回はリミが作曲したけど、他のポピパのメンバーが作曲したらどんな曲になったんだろうとか、いろいろ想像したら面白いなって思いました。
なるほど、そういうことか。確かにそう考えると楽しいね。同じものでも捉え方次第では全然違って見えたりするもんね。そうですね。私にはウサギに見えるものでも、みんなには全然ウサギに見えなかったりしますし。でもそう言われてみると、サークルがみんなにどう見えてるのかちょっと気になるかも。君もそう思わない？それなら今度はサークルのイメージソングを募集してみても面白いかもしれないですね。それは面白そうだね。それじゃあ、もし本当に作ることになった時にはよろしくね。はい、もちろん。よろしくお願いします。